ありがたい。感謝の気持ちの3分、最初の拍手一緒に盛り上げてください。行きましょう。ありがとう。行きましょう。新卒在宅とかもやめちゃいました。おかげさまでこっちでプロ12年目です。ありがとう。本当にいろいろありましたけど、こうやって目の前で楽しい、ショーやって楽しんでもらえてる姿見るのすごく嬉しいです。改めまして、お付き合いいただいて本当にありがとうございます。ありがとう。大好き大好き大好き。ありがとうございます。そんな皆さんに感謝の気持ちで大分かり3つやって終わります。やるんですけど、最後の3つもう何秒かで終わっちゃうけど、16年全部込めてきたんで、たくさんこだわった結果ちょっとはみ出た部分がありますんで、先にそれ見てやってください。はみ出たこだわり、はみ出たこだわり、いきますよ。あ、指入ってますね。体重102キロあります。あ、ごめん、本当は104です。ではでは、待ってください。子供たちがもやっとしてます。こういうのの説明すごい恥ずかしいけど、みんなが分かることが大事だから丁寧に言うよ。見て、ほら緑チームね、緑チーム、ほらこっち、ほら黄色チーム、それぞれ違いますがそれぞれが一緒です。 We are all one。 そういうことです。分かったよって方拍手もらっていいですか。ありがとう、ありがとう。ではでは、最後の技やってやりたいことが終わるんですが、あと1個伝えたいことがあります。今回ね、司会の方からもご案内がありましたが、大道芸という形でやらせてもらってます。楽しんでもらう、これが僕のお仕事です。おかげさまでいろんな応援があって12年、やらせてもらってます。そのいろんな応援の話をさせてください。全部終わった後ですね、今こっちの方が伝わるんですかね。
はい、本当に使えます、全部終わりましたらこうやって持って待ってますんで、あのお楽しみいただけた分で結構なんで、最後応援の気持ち入れていただけたらと思います。投げ銭やおきなりって言い方があります。商品券、クオカード、ギフトカード、そういったものでも力になります。こちらの場所ね、ちょっと急遽入れていただいたんで、あのまだあのスイングとかコーピーとかない状態です。これでいってます。あのよかったら最後あの気に入ってもらえたら、ちょっとだけあの色をつけて角をつけて応援いただけたらななんて思ってます。大好きなんで続けていきたいお仕事です。具体的に最近いつまでやりたいっていうのが決まりまして、最低あと17年、あ、うちの子が1歳なんでね、あの成人までちょっと頑張りたいなと思います。うちの子1歳もう12キロありますね。いろいろちょっとかかってきますね。よかったらね、あの皆さんの応援がそういったものにもなんか届くんだななんて思って、いただけるとすごく嬉しいです。聞いてくれてありがとうございます。さあ、この話の後は絶対ワンクッション入れた方がいい感じなんでね、ちょっと1個やっておきましょう。ちっちゃいミニコーンです。ちっちゃいミニコーンです。いきますよ。ミニコーンです。いきます。ミニコーンユニコーンですやんなきゃよかったね、これね。ごめんごめんごめん。あの、ま、場は和んだんでいいんじゃないですか。ではでは、最後の技もね、バッチリ決めて終わりたいと思いますんで、もうちょっとだけ一緒に楽しんでてください。どうぞよろしくお願いします。ありがとう。いきます。あ、腰きてんね。いきましょう。それでは、わ、手拍子取れるんだ。やったー。ちょっともう、たまさく好きでこの瞬間終わりたくなくなっちゃうんですよね。でも終わることで次が見えてきます。それ行きましょう。いきます。大技3つ、3、2、1。ありがとう。ではではラスト行きます。一番見てほしいやつ、3、2、1。ありがとう。手拍子もらっていいですか。はい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 。この手拍子はアンコールですね。やりましょう。 OK、 行きましょう。ではラスト、コーンは全部出し尽くしました。体の限界見てください。いきます。